さあ今日も双葉書道会のマス目押しを使ってまずはベン字で「い」解説していきます。よくない例で解説するとこの赤の縦線が長くなると無駄に足が長くなってかっこ悪くなってしまいます。あまり赤線の部分が長くならないようにしていきましょう。でね、よくない例の2つ目としてこの赤の部分の横線が広がってしまうと太って見えてしまいますよね。この作りの中で左右方向に長くしていいのはこの横線のみですね。それ以外のこの横線2つは短くなるように設定していきましょう。あと、いはね、少し難しい字ではあるんですが、人偏と作りの高さの違い覚えておきましょう。人偏よりも作りを下に下げてあげると美しくなりやすいです。さあ、書きながら説明していきますね。まず人偏なんですが、1画目に対して2画目があまり長くならないようにしましょう。長くしていいのはこの最終画だけです。ただこちらの赤線の方でもお話しましたが、無駄に長くならないようにするためにもこの2画目の縦線は短めに書いた方がいいです。人偏よりも背は低くしておきましょう。やはりこのピンク色の横線を長くするためにもこの横線は短くしておきたいです。でこの横線だけが左右に長いですね。でこの払いもそこまで丸くもないしまっすぐすぎでもないです。まあ、あまり長くならないようにこのぐらいですね、ほんの少しだけ長くしてあげましょう。さあ続いて筆ペンで解説していきます。筆ペンを使うときはやはり寝せないということですね。こういった払いとかもバサバサになってしまいますし、マジックペンで書いたようなあまり美しくない色になってしまいます。筆ペンを突き立てます。指の力を抜いて筆ペン本来の重さを使って紙の上に垂直に立てることで刺さるようにして書きます。無理やりこう筆を押し付けて刺す感覚ではなくて、勝手に筆ペンの重みで刺さるイメージで書くとこのように線質が綺麗になってくれるんですよね。できるだけ筆は垂直気味に立て、指の力を抜いて自然に力を抜いて書き進めてみましょう。さあ続いて大筆で解説していきます。筆ペン同様、大筆も右手前に寝せてこういう風に書いてしまうとパサパサっとしたあまり墨色、墨の色が美しくない線質になりやすいんですね。できるだけ筆は垂直に立てるようにしていきます。そして筆ペンと同じように指の力を抜いていただいて、もう筆が自然に紙に刺さるような感覚で書くんですね。指の力を抜けば抜くほど墨色って美しくなるというふうな法則があります。ちなみにこの後ね、指の力を入れてみましょう。そうすると何が起こるか、見てみると分かると思います。なんだかこう筆が開いてしまって、特に払いの方がバサバサっとしてしまいますよね。指に力が加われば加わるほど筆の根元に力が加わり、穂先は浮いてしまうという性質があります。なんでね、指の力を抜いていかないとこのようになってしまうんですね。できるだけ筆を入筆したら指の力を抜いて垂直に刺します。刺したまま筆をそのまま払い先の方向に流していくだけなんですよね。できるだけ指や肘、肩、そして背中などの力は抜いていただき、リラックス、脱力した状態で書き進めます。そうするとね、墨色がどんどん美しくなってくるし、払い先もご覧の通り美しく綺麗な線になってくれるんですね。さあ続いて行書です。行書も指の力を抜いてあげて、できるだけ筆は垂直に立てて書いてあげましょう。こういうふうにこう人偏つなげて書くのおすすめですね。人偏とそして最終画の払いが似ているので、左払いを省略できるこの書き方おすすめですね。楷書と違って行書って横線の斜め上がりがバラバラになります。おすすめとすると、この横線は下げて下の方の横線になればなるほど強く斜めに上げていきましょう。こうするとバランスが整ったまま行書らしく崩すことができます。で払い先は丁寧に丁寧に柔らかく抜いてあげましょう。そうすると行書かっこよくなりますよね。さあここまでが美文字です。ここからはお遊びです。かっこいいにもいろいろ種類がありますよね。力強く男性的でシュッとしたような印象にするんであれば、線を全体的に太くし、斜め上がりをこのように強くしてみてください。そうするとかなり活動的でエネルギッシュなイメージになりますよね。気質とかをあまり太く入れずに、払い先もあんまり尖らせずに、なんならこういうふうに横線を斜めに全く上げないで書くと柔らかい印象になりますよね。あとは入筆、気質の太さだけでもだいぶ変わってきますね。こういうふうに入筆を大きく入れて書くと男性的になり、逆に小さく入筆すると女性らしくなるんですよね。これもどっちが正解とかはないです。お好きな方で書いてあげるといいですよね。
まあ、ちなみに書道が上手くなってくると S 字という筆法を私も使っているんですけれども、穂先の方向に向かってちょっと指を押してあげると筆ってこういうふうにぐにゃっと S の形になってくれますよね、アルファベットの S。 これを使うとね、筆って最も力が強い筆法になってくれるんですよね。今ちょっと大げさにしますが、筆が強制的に開いてくれました。まあ、力強い感じになりましたが、 S 字って別に力強い作品だけで書くわけじゃないんですよね。柔らかく書くときも線にこう色っぽさを出すためには、筆をこうやって S 字、筆を押し付けることによって筆開かせることで線質にちょっと色気を出すんですよね。柔らかく書く場合も総理はこの S 字を積極的に使います。今回は遊びも以上ですね。ありがとうございました。さあ、いかがだったでしょうか。いですね、この字って伊藤さんとかでよく使うんですが、まあ、結構私もね結構苦手かなあんまりかっこよく書くの難しかったりすると思うんですけれども、今日お話しした法則で書いてくださると綺麗に書けると思います。まあね、まずはねチャンネル登録をお願いしているんですね。2000文字の常用漢字をペン字筆ペン大筆楷書行書アートで解説していきます。ぜひチャンネル登録をお願いしたいんですけれども、同時に私オンライン書道サロンっていうのも運営しているんですね。まあ、私と1対1で LINE でやり取りします。 LINE で写真を送ってくださって、そこに私は添削をしていくんですね。まあ、結構オンライン書道サロンはたくさんの方が利用していただいているんですが、結構ねご好評いただいていて、まあ、一番誇っているのは大会率の少なさですね。やっぱりこう場所がね限定されないので、いつでも僕に送ることができるんでね、皆さん続けていただいています。先日はねオンライン書道サロンで初めて師範資格を取得された方もいらっしゃるんですよね。まあ、ご本人たくさん頑張っていただいたんですが、わずか3年ぐらいでね書道家師範っていうんですけど、それに合格された方本当素晴らしいですよね。まあ、ぜひね概要欄にオンライン書道サロンのことを書いておきましたので、そちらをご覧ください。今回以上となります。ありがとうございました。